石橋香織はチーズケーキ専門のお菓子研究家。出版したレシピ本は47冊に上り、チーズケーキのレシピは400点を超える。1962年、千葉県で出生する、長野県諏訪二葉高等学校卒業、明治新旧短期大学に入学。新旧紙免許を取得し、卒業後カイロプラクティックと、新旧治療を行う東京自由が丘治療院に勤務。 当初は1992年地元のレストランにケーキを卸ろしたり、ウェディングケーキを頼まれたりと、新旧業務と並行して活動を行う。ケーキ作りは主に自己流で始まり研究を重ねる。次第にケーキ作りに魅了され、なぜ本の通りに作っているのに失敗するのかが非常に疑問で、お菓子の本を片っ端から読んでは作るを繰り返した。 1994年により、元衆議院議員、藤野薪子の歌詞教室、薪子フーズスチュディオに3年間通い専門誌を習得。その後、フランスのベルエ・コンセイユ聖火学校、フランスのチョコレートのバローナ社のラボ、アメリカのカリナディ・インスティテュート・オブ・アメリカ聖火などで、短期研修も受ける。さらにその後も様々なフランスのシェフの来日時に、研修を受ける。 レシピ作りは日々実験のようなもの。実験の溜まったデータをまとめて1996年に料理書絶対失敗しないシフォ本ケーキを出版した。自宅を会場でお菓子教室、ケーキを主催し、1年間でお菓子作りの基礎を学べるカリキュラムとしている。レシピ本の出版、雑誌でのレシピ紹介。日本の菓子文化を世界中に広めるため、各地で コラボ企画やイベントに参加。NY で自身のケーキショップをオープンするために活動中。株式会社ケーキフリーク代表取締役、ありがとうございます。